2週間というノットライフ、すごくすごく素晴らしい時間をありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやでも楽しかったです。楽しかったね。本当なんか初日から飛ばしてました、ね、そうだねなんか覚悟はしてたんだけど、やっぱ2週間ってすごく早かった。うん、ね、僕たちほら湯沢にさ3ヶ月間の移住をしているから、それですらもうあっという間だなって感じてただけに、2週間なんて本当にって終わっちゃうかなって。そうですね、ほんなんか飲んでるうちにもう1ヶ月。そうだね、ビールの缶だけはものすごい量で、ものすごい量で捨てたよね。まあね、お酒と思い出とたくさんできた、いい時間をね、2週間過ごさせてもらいました。つまり、ここはその長期ステイができるバンライフステーションなので、2週間からできますもんね。なのでね、ちょっとその新しい旅のスタイルを挑戦したいなと思った時、ここってそのエントリーとしてはめちゃめちゃやりやすいなっていうふうに僕らは思いました。特に、ここが共有スペースがあって寝床が車っていう形を取ることで、車中泊の旅、バンライフっていうのはちゃんとキープしつつも生活圏があるので、いつもと違う時間の作り方とかプランの立て方ができるじゃない。ここを拠点にいろんなところを巡って戻ってきて車中泊で泊まるっていう、そこがブレないっていうのが俺はすごく面白いなと思ってて、そういう意味では穴水ってすごいいい場所にあるよね。真ん中で、どこにも奥の友の能登島も、能登半島のこう、まあ、中心で観光スポットは本当ないんですけど、生活をするスポットとしてはやっぱいい場所なんです、すごくいいよね、全方面に行きやすいよね。行きやすいで、すぐ帰ってこれるよね。そうなんだよね、日帰りで戻ってこれるから、俺ら関東圏に住んでる人が能登を旅をしようとするとやっぱ駆け足になっちゃう、どうしても。けどこういう旅の仕方ができるんだなっていうのが今回僕らも大発見で、拠点を持つっていうのはね、バンライフのスタイルとしてすごく新しかったなと。あとはあれですよね、そのやっぱ家の快適なスペースがあるっていう、こう自分の家みたいなようにこう共有スペースを使えるっていうのは、ね、こう車を拠点だとやっぱ、ね、まだスペースがそんな大きいわけでもなく、やっぱ大変ですからね。それと、他のバンライフさんも来てくれるからコミュニケーションが生まれたり、例えば山チャンネルとかは一緒に花火できたりとか、牡蠣食べたりとか、そういう時間も一緒に過ごせたりとか、わずかな期間だけどもいろんなこう経験、体験ができたっていうのもすごく貴重だったなと思って、一つのバンライフの新しい形として、その拠点を持って少し長期的に生活を体験してみるっていうのも、これ面白いなって、面白い、ね、こんなに能登半島が奥深い場所だと知らなかったよね、去年来た時は全然分からなかった、ね、分からなかった、すごい魅力的。能登の人たちもね、喜んでるっていうか、まあ近所の人たちもすごい、ね、世話してくれて、野菜とか、さっきもギリギリで、そう、ね、出発前に大きなかぼちゃを10個ぐらいですか、10個ぐらいね、持ってきてくれて、ちょっと今一緒に収穫行けなかったのは心苦しいけど、まあね、謝罪の件があったんですけど、謝罪の件がね、心がいっぱいいっぱいの、俺の心の氷が溶ける前だったこんな池さんでもやっぱね、俺の車だったらだけど、人様の車をね、壊してしまったっていうのはやっぱり罪の気持ちが、まあでも Everything's gonna be alright! もう大丈夫っすね、大丈夫っすね、まあまあこれでね、明日朝起きたらもう綺麗さっぱり、あとはもう無事にお家に帰れたら、ね、これで一応旅はコンプリート。そうです、まあ、旅って絶対トラブルがつきもので、特に僕らは車で旅をするとどうしてもね、その確率っていうのは上がってしまうので、これは自害の意味も込めて、そして同じバンライファーの人たちにも十分注意してもらいたい。
今回僕たちは家族間だったから大きなことにはならなかったけども、相手がいて怪我をさせてしまったりとかした場合、とても大きな問題になってしまうので、まあ、そういう意味も込めて、一回ね、こうちょっと、なんだろう、気持ちを改める意味も込めて、これも経験ということで。Everything's gonna be alright! なんだこのノリ。というわけで、イキさん、2週間ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。楽しかった。今結構日本一周されてるバンライファーいっぱいいると思うんだけども、きっとそれをやり遂げると、次の旅ってどうしたらいいってよ。うちもそうだったんだよね。ね。で、こういうふうに拠点を1個決めて、そこを中心に、バンライフするっていう旅の仕方っていうのは結構我が家としては斬新、今回挑戦だったね、そうするとそのエリアを深く濃く広く知ることができる、そうですね、決して俺たちが住むことはないだろうから、だからこういう期間ここだけをこだわって遊ぶっていうこの作り方ってすごく新しいなと思って、まあ、旅の醍醐味っていうね、だ人との出会いっていうか、そうだね、地元でこう深く旅をするっていうのは本当はやっぱ大きなことで、そこで学ぶこととかね、たくさんありますからね、うちの看板娘もね、いろいろ池さんから学ぶこともありつつね、僕らもさんたちとかね、子供たちから学ぶことも、なんで、拠点があるそのハブがあって、でホストがいて、ホストが繋いでくれるから、例えば出会い方もすごいイージーなんだよね。僕たちがいきなり知らない人にこんにちはっていうよりも、イクさんがうちのゲストなんだって紹介してくれることで、一回壁が取れるから入っていきやすい。で、これって短い限られた期間の中で人との交流を作るのに最高のコンディションじゃない？まあ、普通はね、ちょっと時間かかりますからね。そうだね。ね、そうだね、なんかイクさんの知り合いだからっていう安心感、ね、そうもあるだろうしね、なんで、特に今コロナ禍で動くことがすごく難しい状況もある中で、今年の夏休みは本当大正解だったので、動き回るのはちょっと NG だったとしたんですけども、俺たちはここを拠点にね、すごく人とつながる旅をさせてもらうことができたので、やっぱ俺のアイデアって素晴らしい。どうなんですか。持ち合ったんだよね、そこに。すべて持ってこうとする。手柄は全部持ってこうとする。俺ってすげえ。俺ってすごい、嗅覚。なんかギリギリ悩んでたじゃん、九十九里にするか、温泉にするか、奥さんのとこにするか。そうだったね。最後はね、三択だった。本当に非日常感を子供たちが見るんだったら、育さんのとこがいいんじゃないっていう話になって、で結果さ、千葉もさ、緊急事態宣言で駐車場閉鎖したりとか、なんかちょっとね、息苦しい、そう感じだから、ここはまるでそれを感じさせない。そうだね、だから本当に良かった。そうだね。じゃあ来年もですね、多分そうなると思うから、なんか俺専用のやつとかいろいろ作っとこうかなって思って帰るので、この椅子使うデカラみたいな、池専用シャープとか置いてっつってシャープ買ったばっかりでもちょっと工夫すれば、まあ荷物とかは一気にここ送っちゃって、まあそうね、で手軽に来るみたいな、手軽に来るっていうのはありっす。確かに確かに、長期するんだね。そしたら1台で来れちゃう。あ、そうだね。それはありかもしれない。まあ、ただね、今回2台で旅して、本当にね、うちは遊びの道具が多すぎて、俺ですけど、トランスポーターでしかないってことが分かったから。動く倉庫になっちゃう。そう、動く倉庫。職人さんと一緒なんだよ、だからね。道具を運ぶための車になりつつあるから、やっぱちょっと、さすがにキャンピングカー2台っていうのは、現実的じゃないけど、トレーラーハウスとか、そういう風に変わっていくのかな、俺たちの旅の仕方も。そんな風な可能性を感じた旅だったな。まあ、家族で2台の車で旅する人たちはまずいないと思って。今日おまわりさん、自己検証に来たおまわりさんが、えっつって、2台で旅されてるんですか。なんで、なんでキャンピングカーでやりゃいいじゃんみたいな。夫婦は仲悪いなるべくセパレートにしたくて。でもそう、そういう意味でもね、まあ移動はそんなに
長くなかったけど、やっぱね、家族がスプリットするっていうのは良くないと思った。あ、言ってましたね。うん、もったいない、その、形式とか。前から喧嘩があったとしても、ね。しても一緒の方がいいなと思ったから、いろいろ気づきのある旅だったね。そうだね。まあ、結果オーライですよ。うん。経験としてね、あと旅にはね、思い出が濃厚な方がいいからさ、これまた忘れない旅だよ。そう、今回はカーステイもひっくるめて、思い出を作っていただきます。Dude, that father is 10 men permed!